皆さん、こんにちは。レック専任講師の沢井清春です。合格講座、労働基準法、本論編、第1回目の講義入ってきます。どうぞ、本日からよろしくお願いいたします。はい。労働基準法のところなんですけども、使用する教材は、まずこの、まあ、テキストですね。それから、えー、場合によってはこのレジュメですね。で、もし、あの、皆さんの中でレジュメ忘れちゃったよって方がいても、あの、移していきますので、あの、大丈夫ですのでね。 で、まずあの教材の使い方から説明をしたいと思います。テキストを中心に勉強していきます。そして、テキストで勉強したことを、まあ、なるべく早く復習してください。復習というのはどういうふうにやるかというと、まあ、例えば今回これね、やってみますけれども、講義を受けたら、大事なところはどこだったのかな もしくは、まあ、先生こんな語呂合わせ使ってたよねとかね、そういうのがありますので、それをね、すかさず、まあ、のもう一回やってみるということです、ね。で、大事なところ、もう一回自分で、まあ、認識するという意味で、まあ、マーカーを引いたり、赤線引っ張ったりですね。はい。で、特に使いたいのは、まあ、赤ペンと黄色のマーカーですね。はい。書き込みはなるべく赤ペンで入れてください。それから、まあ、黄色の傾向マーカーでですね、重要なポイントを押さえていくというところが、まあ、やりやすいのかと思います。あとは自分のやり方です。 まれ、あ、にですね、あの緑とか真っ赤なマーカーであの引いちゃってですね、えーとまあ、要はね暗記用の下敷きを使ってやる方いますけれどもテキストが真っ黒になっちゃって、まあ、大事なところが見えないとですねすごくあとでストレスになるんですねこれはやめた方がいいと思いますので、まあ、それはご注意ということになります。ははい、そして、まあ、皆さんのお手元には、えー、今回ですね えー、この一問一答式の過去問が、まあ、言ってるかと思いますので、なるべく早い時間帯に、まあ、やったら過去問に戻るとね、やると。で、また過去問という形で、まあ、どん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 過去問の方を進めていっていただいてもいいのではないかと思います。それでは早速なんですけれども、入っていきますよ。まず、労働基準法、目次から見ていきたいと思います。はい。で、まあまあ、目次を見ていただきますとですね、まず、労働条件に関する基本原則と、まあ、総則がありまして、 お、まあ、およそ見といてください、まあ。労働条件に関する基本原則と。まあ、大体、総則はですね、大事です。大体大事です。はい。そして、えーまあ、労働条件の原則、労働条件の決定、特にね、この3条ですね。まあ、平等原則の特に3条はよく主権に出ますので、まあ、必ず押さえてください。から第3節ですね、まあ。労働者の人権擁護ということで3つきます。から第4節ですね。まあ、適用関係があり、れから用語の定義ですね。まあ 特に注意してほしいのは、この、労働者って何なのか、使用者って何なのか、賃金、それから平均賃金ですね。このあたりの概念は、抑えると。それから、後の講義になってきますけれども、労働契約ということなんですけれども、労働契約では、労働契約の締結。はい。そして、いろいろ書いてあるんですけれども、えー、まあ中身ですね。13条、14条ということで、 労働基準法違反の契約、まあ。期間。それから3番ですね。有期契約期間についての特例。まあ、労働条件の明示。全部大事ですねこれ、まあまあ。とりあえず全部大事な部分ですね。ここはね。はい。それから、まあ、さらにで、不当な身柄拘束の禁止。これ3つあります。ね、不当な身柄拘束の禁止は、まあ、3つ出てきます。はい、まあ。賠償予定の禁止。それから、まあ、前借金と読みます。前借金総裁の禁止。 だから、強制貯金ですね。これも禁止時期、事項にありますね。強制的に貯金はさせてはいけないと。はい。第3節ですね。労働契約の終了。特にこれ大事だと思ってくださいね。特に大事ですね。特に、この解雇のところが出てきます。まあ、解雇の制限。解雇の予告。これきっちり分けてください。制限と予告。解雇予告の適用除外。まあ、退職時の証明ですね。まあ、この中で特に大事なのは、この2と、 まあ3ですね。から4。234ですね。も、ま、う、あ、絶対ここは試験的には出ると思っていただいていいと思います。賃金も大事ですね。特に3章で出てくるこの5原則。もうこれを絶対抑えるということと、あとはこの休業手当ですね。これは必ず抑えましょう。はい。あとは賃金額の保証はほどほどと。から労働時間ですね。で、労働時間というテーマでも、まあ試験では必ず1問出てきますので、 ままず労働時間ののこういったは基本的事項になりますねそれから、まあ、変形労働時間制ですね。これも出てくると思われますので、はい、それから、まあ、休憩休日、そして、まあ、時間外、はい、ここですね。特にこの2番ですね。まあ、36条のサブロック協定による時間外休日労働、<laughs> から割増賃金ですね。まあ、大事なところがどんどん出てきます。 それから、労働時間の算定方法ということで、まあ、時間計算、みなし労働時間制、まあ、えー、まあ、事業場外、専門企画と3つ出てきますね。みなし労働時間制の種類が、まあ、3つという形です。まあ、そんなもんかということでね、見ておいてください。はい。これ、中身はね、その時にしっかりとやります。それから、まあ、7節ですね。これもですね、大事ですね。はい。 まあ休憩時間、えー、休日に関する適用除外者、まあ、管理監督者の方とか、まあ、そういった方が出てきます。それから、まあ、新しい、まあ、このね、えー、特定高度専門、いわゆる高度プロフェッショナル制度ということで、はい、働き方改革の法案の中の一つですね、まあ、出てきた、まあ、改正ポイントということで、まあ、これは重要だというところで見ておいてください。高プロっていうね、c o r e じゃあ、有給ですね。有給も試験的には1台出てきますので、まあ、必ず全体的に重要ですね。有給関係は全体的に重要です。で、ここからは保護規定になります。年少者。18歳未満のものを年少者と言いますけれども、年少者の保護規定から労働条件ですね。もう絶対というところではないです。ただ、まあ、一応、出題的にはあるかなと。から、妊娠産婦ですね。はい。 これも、えーまあ、妊産婦というのはね、えー、妊娠中の方で、産婦っていうのは産後から1年を経過しない女性の方を指します。これは合わせて、まあ、妊産婦という言い方をしますね。はい。こちらも重要ですが、まあ、必ず1問というわけではないんですね。まあ、見といた方がいいよ。ね。まあ、えー、出るかもしれないし、出ないかもしれないと。はい。ただ、まあ、えー、必ず見ますね。やることはやります。絶対ですね、ここはね。 はい。なぜかっていうと、その後、健康保険とかで、まあ、えぇ、ー、同の規定内でですね、健康保険の出産手当金が出るとか、まあ、関連事項がすごく多いんですね。はい。それから、技能者要請というところに来ました。だあまり試験には使われません。から、災害保障ですね。で、この災害保障というのは何かというと、まあ、えー、労働基準法では、仕事中の怪我とか、まあ、そういった何か原因で、病気になっちゃったような場合。 これは、使用者という言葉を使います。えー、まあ、言ってみれば会社ですね。会社ですけれども、労働基準法では全部使用者って言います。使用者ですね。使用者が、えーまあ、そのですね、お金を出して、直してくれということを言っているわけですね。でも、使用者に、まあ、お金がないってこともありますので、まあ、そういった場合困りますので、これを保険にしました。で、これが、まあ、いわゆる労災保険ですね。だから、これが労災保険のもとなんですね。 はい。ということなので、これは労災保険でもう一度見る形にはなってきますので、ここではそんなにありません。から、まあ、就業規則ですね。これも重要ポイントになります。で、寄宿者ですが、就業規則と寄宿者ね、例えば比べた場合どうなのかといえば、まあ、出るとしても選択肢の1本2本という形です。寄宿者になりますので、はい。まあ、超重要事項ではないです。あとは、監督機関。 これも労働基準監督官とか労働基準監督署の話なので、まあまあ見ておいてください。そして、雑則・罰則ですね。はい。ここは試験に出やすいので、まあ、1問ね、えー、出てくる可能性があります。まあ、あとは選択肢の2、3本ですね。まあ、必ず見ておくということになります。それでは入っていきたいと思います。はい。まずですね、この学び方というところですね。まあ、ここから入っていきたいと思うんですけども、 労働基準法の学び方。労働基準法は日本国憲法第272項。これ押さえましょうね。勤労条件の法定と書いてあるんですけども、このね、勤労条件の法定と。はい。まあ、要は憲法でこう書いてあるんですよ。勤労条件は法律で定めよと。だから、憲法に書いてあるから労働基準法で定めたという考え方なんですね。 はい。ということですね。で、まあ、まあ、皆さんね、ここでは別に憲法の勉強ではないんですけれども、憲法というのは、立法機関をですね、まあ、律するものであって、直接国民を統治するための法律ではないんですね。だから、憲法というのは、はい。だから、憲法に、これこれこう、こういうことは法律で定めろよって書いてあれば、それは、まあ、立法機関が拘束されますので、まあ、労働基準法で定めたというね、形になるんだというところですね。 はい。あとはよろしいかと思います。そして、まあ、1ページをですね、えー、めくってください。<laughs> はい。まあ、遠隔ということなんですけども、労働基準法は生存権の理念。これがまあ25条ですね。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると。これが25条1項でしたよね。多分皆さん、あれ社会の時間に なんかちょっと勉強した感じあ、あ、あると思うんですね。が、まあ大抵の方はですね、あ、そうだよな、と思っていただければそれでいいかと思うんですね。はい。そしてですね、えー、まあ見ていただきますとですね、うん、まあ、ここ昭和22年、制定されたと。まあ、新憲法ができて、まあすぐに労働基準法もできたということで考えてくださいということですね。はい。まあちょっと25条1個見ていきましょうか。すべて国民は健康で文化的な 最低限度の生活を営む権利を有すると。はい。それから、27条2項ですね。賃金、就業時間、休息その他、ここですね。勤労条件に関する基準は、ま、法律でこれを定めると。これが憲法の27条ですよ。だから憲法で定めろって言ってんだから定めたということですね。で、これをね、覚えろってことじゃないんです。あの、勉強する背景として、ま、知っといていただければな、という部分ですね。 はい。ということで、まあちょっと条文構成というのをね、見ていきたいと思います。で、まあ条文構成に関しましては、まあ絶対に見てくれよということではないんですけれども、まあ例えばこんな体系になってますよということですね。はい。そうしますと、総則というのが全体にかかっており、はじめに出てくるのが、労働契約、賃金、から労働時間休憩休日、年次有給休暇。 それから就業規則があって、寄宿者があるんですけれども、右側を見てくださいね。はい。で、年少者と妊産婦っていうのは保護規定になります。例えばまだね、あの、18歳未満のものを残業させちゃダメだよとかね、あの、妊産婦の方が、ちょっと体ね、大変だから、ちょっと残業したくないんですって言ったらさせちゃダメだよとか書いてあるのが保護規定ですね。はい。それでは。 入っていいきたいと思いますまず、まあ、労働基準法の第1条ということで、まあ、テキストの3ページを開けてください。はい。まず、労働基準法というものに関しましてはですね、はい。これはですね、まあ、取締法規であるということで、まあね、取締法規というのは何かというと、別に覚えなくていいです。罰則がついていると。だから、破ったら取締りが来るんだよと。はい。何でもそうですよね。 車運転して、ね、スピード違反したら、ね、おまわりさんが、ピーポーピーポーポーピー,ピーポーピー,ピー,ピー、はい。これ救急車ですね。<laughs> 間違えましたね。おまわりさん、わーですね。はい。で、来まして、ちょっと君、えー、免許とか持ってるかいってね、どうもすいませんとかね、いうような感じで取り締まりがですね、ありますよね。それと同じことですね。労働基準法も、あ、ね、例えば、えー、監督署の方が臨検って言って、まあ、調査に入った時に、あ、違反じゃないかと。 ね。言ったときに、これ、は取締法規ですから、罰則の適用があるんだってことですね。だから、懲役刑もあるし、罰金刑もあると。ね。取締りなんだよ、ということですね。はい。じゃあ、ちょっと見ていきましょう。まずは、えー、これ、労働条件の原則ということでね、第1条。労働条件は、まあ、労働者が、ここ、ちょっと押さえていきますよ。で、大事な用語は皆さんね、マーカーとかね、引いてってくださいね。はい。 人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならないと。はい。ポイントはこのですね。第1条では、労働条件って何なんですかと。はい。人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならないと言っています。というとこですね。はい。で、第2。この法律で定める労働条件の基準。あ、これ大事だよ。最低のものであるから。 労働関係の当事者は、ここ大事ですよ。この基準を理由として、労働条件を低下させてはならないことはもと理その向上を図るように、ここ努力ですね。努めなければならないとなっています。はい。まず、えー、趣旨をね、見てください。この労働基準法の第1条は、日本国憲法第25条第1項。健康で文化的な 最低限度の生活保障の趣旨と同じくする。はい。ということで、これね、一本ちょっと押さえておいてくださいね。労働基準法第1条の、まあ、この第1項。人たるに値する生活っていうのは、日本国憲法の第25条第1項ですね。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると。はい。これと、まあ、趣旨が同じなんだということなんですね。 まあ、あとはよろしいかと思います。ということで、まあ、第1、一条の1個、もう一回見てください。労働条件は、労働者が、人たるに値する生活。これ覚えてね。どんな生活人たるに値する生活ですね。営むための必要を満たすべきものでなければならない。第2項です。この法律で定める労働条件の基準は何ですかこれ大事ですよ。最低なんだ。だから、最低ラインを破ったら、 これ違反ね。最低ラインを破ったら違反ね。上行ってれば構わないよ。下行ったら違反ね。はい、労働関係の当事者は、この基準を理由として、労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように、ここは最後、努力ですね。努めなければならないと。はい、じゃあ1ページをめくっていきましょう。カッコ1番。労働条件の原則ですね。 まあ本条の一項は、日本国憲法25条第一項、健康で文化的な最低限度の生活の保障と趣旨を同じくするものであり、労働の場における労働条件の原則を定めた規定であると。ただし、まあ、これは訓示的ですよね。まあね、だから、罰則はここにはないということになるんですね。罰則はないと。はい、本条は、労働者にまあ人格として価値のある生活を営む、 必要を満たすべき労働条件を保障することを鮮明したものであって、労働基準法各条の解釈にあたり、基本観念として常に考慮されなければならない。はい。ということでね、これね、過去問マークが書いてありますでしょう。これは平成28年の択一式で出たよ。で、このね、昭和22年9月13日、既、まあ、発17号と <laughs> 書いてありますけど、これ何なんだと。はい。これはですね、通達ですね。 通達って何ですかとはい。通達というのは上位の行政機関が、まあ、下位の行政機関に対して、まあ、この解釈は、こういった形でしてくださいよと。具体的な解釈をですね、まあ、差し示したもの。これを通達と言います。で、通達番号がありまして、例えばここはですね、まあ、昭和22年9月13日に、ま、発と。これはね、別に、あの、通達番号いろんなのあるので覚えなくていいです。はい。 これはまあ、労働局発、ですね。で、17番目に出たから17号と。ね、この年の17番目に出たから17号と。はい。まあ、この番号は覚えないでね。別にいいですからね。はい。一応そういう意味なんだということですね。はい。まあそうなんだと。まあ当たり前だよねっていうところは当たり前だよねで見ておいてください。それから、労働条件とは、まあ労働者の職場における、はい、これ大事だよ。一切の待遇を言うが、これ大事ですよ。雇いで採用は、 ま、労働者としての、使用者との労働関係が発生する、まあ、前段階ですよね。採用と。特に採用で見とおけばね。採用。はい。まあ、よって、本条に言う労働条件には含まれない。これ大事ですね。試験的にはこれ超重要ね。超重要ね。はい。人たるに値する生活とは、健康で文化的な生活を内容とするものであると。まあ、具体的には、一般の社会通念によって決まると。 で、ポイントはこの後ですね。本人の生活だけではなくて、はい。まあ、標準家族という表現。まあ、標準的な家族関係も含めて考えてくださいね。だから、まあ、本人だけが生活できればいいんではなくて、まあ、そのね、扶養されている家族も、あの、ええー、ね、ちゃんと衣植住足りるような生活。これが、まあ、人たるに値する、まあ、生活だというところですね。まあ、これは多分皆さんわかると思うんですよ。やってきやね。はい。 で、次のページです。この基準を理由として、はい。まあ、労働条件を低下させてはならない。条文に書いてあります。この基準を理由として、まあ、低下させてはならない。よって、例えばね、会社で、まあ、いろいろありますよね。経済的な事情で、どうしても、ね、ちょっとお給料を下げないと会社が潰れちゃうと。はい。そんな場合どうなんですかと。これは、社会経済情勢の変動等、他に決定 的な理由があればここですね他に決定、社会経済情勢。はい。本庄に抵触。抵触っていうのは法律に触れるってことです。本庄に抵触するものではないと。はい。いろいろありますよね。例えばね、あのリーマンショックなんてありましたよね。あの時に、まあ、ちょっと企業が厳しくなっちゃって、それで、あのちょっと労働条件低下させてもいいんですかと。はい。ここに書いてあります。 社会経済情勢でもう会社がやばい、ね。ちょっともうそれなのにもう、ね、もう維持してたら会社がもろとも沈没しちゃうと。こういう場合は仕方ないよねって労働基準法は言ってます。つまり、労働条件は絶対に低下させちゃいけないっていうことではないんですね。でも、社会経済情勢に、まあね、あくまでも経済情勢とかが変動があって、会社が厳しいような場合は仕方ないよね。 という考え方をとっているんだということですね。はい。ということで、もう一回ね、ちょっとね、条文見てよ。そうしますと、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない。これが一つ。もう一つは、この法律で定める労働条件は、最低、これ覚えてくださいね。最低のものであるから、労働関係の当事者は、 この基準を理由として労働条件を低下させてはならないと。はい。労働基準法がこのあたりだから、うちはこのくらいだと。じゃあ低下させよう。これはダメですよ、ね。ダメだよ。はい。向上を図るように努力してください。ね。向上を図るように努力してください。はい。以上、一条でした。解釈やってきますね。労働基準法ではね。例えばね、今の大事な部分。ね。例えば、人たるに値する生活って標準家族を含むんですか 含みますとかね。そういうところで答えられるようにすることが勉強だと思ってください。では次です。さあ2条ですね。さあ2条のところではですね、まあ、ちょっとね、せっかくレジュメがありますので、レジュメも映しつついきたいと、まあ、思うんですね。で、レジュメにはですね、このように、まあ一発でわかるようにですね、まあ、な眺めていればわかるように、例えばまあ第1条ですね。はい。まあ、見ていただきますとですね、まあ、こんなこと書いてありますよね。はい。 それから、えーまあ、2条ですね。さあ今から勉強するのはこの2条なんですけれども、用語が出てきます。その用語というのは、はい。まあ、例えば、労働協約、就業規則、まあ、労働契約、まあ、こんなような用語が出てきますので、まあ、それがどういう形で出てくるかというところですね。確認していただきたいわけですね。はい。じゃあ行きましょう。 まずは、労働条件の決定第2条です。まずは条文第1項。労働条件は、労働者と使用者が対等な立場において決定すべきものであると。はい。これ大事ですね。わざわざ対等な立場においてって書かれているのはなぜでしょうかはい。もともと、労働基準法って昭和22年にできてる、ま、古い法律ですね。 で、当時は圧倒的に使用者がま有利だったんですね。圧倒的に使用者有利。よって、まあ、不利にならないようにね、労働者の方が不利にならないように、あえて対等な立場ですよと言ってるわけですね。それから、まあ、労働者、使用者は、労働協約。はい、言葉出ました。から、就業規則。から、労働契約を、まあ、守し。言葉難しいですよ、遵守。 これは守ってくださいよと。誠実に。はい。言葉としては誠実。各々その義務を、まあ、履行しなければならないと。さあ、3つ出てきました。ちょっとレジュメを使ってみましょうか。そうしますと、まずは、ここですね。はい。この労働条件、労働者と使用者が対等な立場において決定。で、ここですね。労働協約って何ですかと労働協約とは 労働組合と使用者またはその団体との労働条件に関する合意協約。はい。ポイントはこの労働組合というところですね。労働組合。就業規則とは使用者側が定めた規則。労働契約とは個々の労働者と使用者との契約ですね。これを遵守し、誠実に各々その義務を移行しなければならない。 はい。まあ、このマークですね。優先度を表しています。最も優先度が高いのが、法令です。次に、労働協約。労働協約って何ですか労働組合と使用者の合意協約です。まあ、取り決めでもいいです。取り決めでいいです。ポイントはこの組合を覚えておいてください。それから、今度は、就業規則ですね。はい。就業規則が次にきます。法令、労働協約。 就業規則。使用者が定めた規則。それから、最後、労働契約ですね。労働契約は、個々の労働者と使用者との契約ですね。これが、まあ、労働契約と。この順番を確実に覚えることと、意味合いを必ず今回の、この、まあ、ページで覚えておいてほしいわけですね。はい。ということで、まず、労働協約って何ですか組合と使用者、覚えた 組合と使用者。はい。就業規則って何ですか会社の定めたルール。労働契約は、個々の労働者と、それから、まあ、使用者との間の契約ですね。個別の契約を労働契約というふうに言っています。はい。まあ、ここはそんなもんかでいいと思います。それではですね、1ページを進んでいきましょう。はい。今度は、 7ページですね。まあ、平等原則というところに入ってきます。この3条。はい、試験的には超重要ポイントになりますので、まあ、出ると、ね、ここは思っておいてくださいね。はい、まあ、出ると思ってください。いきますよ。使用者は、労働者の、はい、ここ大事だよ。国籍、信条、社会的身分。覚えてください。国籍、信条、社会的身分。国籍、信条、 社会的身分を理由として、賃金、労働時間、その他の労働条件について、まあ、差別的取り扱いをしてはならないと。はい。大事なのはこの国籍、信条、社会的身分を覚えることです。差別禁止ですね。はい。ということで、国籍、信条、社会的身分。はい。ここに性別は入ってません。はい。性別入ってません。なぜでしょうかこれは 女性は保護規定がありまして、有利に扱ってもこれ差別になるんですよ。よって、あの、妊産婦の方を有利に扱いますので、よって、ここではあえて入れてないんですね。あえて入れてないんですね。はい。じゃあちょっとね、中身を見ていきましょうか。まあ、信条って何ですか特定の宗教的政治的信念を言い、社会的身分とは将来の身分を言うと。ポイントです。これ大事ですよ。 はい。本条における国籍信条社会的身分は、はい、これは、はい、覚えてください。限定列挙。試験的には超重要です。限定列挙って何ですか国籍信条社会的身分を限定して差別をしてはいけないということで、例えば、あの、社会的身分なものとかの、ね、例を挙げてるわけじゃないということです。 完全に限定しているということですね。例を挙げているわけではなくて、もう国籍と信条と社会的身分で、あの、差別しちゃダメだよって言ってる。これを、まあ、限定列挙と言います。はい。では、次ですね。1ページをめくっていきましょう。その他の労働条件。はい。ということで、えーまあ、その他の労働条件には、まあ、どんなものがあるのですかと。はい。 まあ、解雇。覚えなくていいです。ね。一応、認識だけはしておいてください。例えば、解雇とか、まあ、災害保障、まあ、安全衛生。え、安全衛生。それから、まあ、寄宿舎ですね。こういった条件も含まて、ただし、ただし、ただし、ここ、ここ大事だよ。これ大事だよ。これ覚えてね。雇い入れは、労働条件に含まれない。はい。第一条のところでもやりましたね。これはですね、もう、もう、ちょ、 超,超,超重要です。はい。これも必ず覚えてください。もう出ると思ってください。ね。超重要ポイントね。ここね。よろしいですか労働条件というのは、国籍信条社会的身分で差別しちゃダメだよ。でも、雇い入れに関しては、これは、含まれない。だから、たまたま雇い入れで、ちょっとうちはですね、ええ、 あの、国籍によって、その入れたり入れなかったり採用したりするんだよって、労働基準法違反になるかといえば、それはならないということなんですね。はい。では、ポイントです。本条は差別的取扱いをしてはならないのであって、就業規則等に差別規定が設けられていても、現実に差別が行われていなければ、本条違反とはならない。ただし、 まあそう差別規定は無効となる。はい。まあこれもできれば三角印をつけて、おいおい覚えてください。<laughs>